はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、今回は、まあ、Vlog というか、まあ、こんなことをやりたいなというか、まあ、企画考えてますというところでございます。今、まあ、家来てくれる女子大生いますという話をしてるんですけども、まあ、その、言うた動画にコメントでですね、本人から、そんな話題にするなら、もうちょっとなんかいろいろちょうだいよっていうような、まあ、LINE が来て、でそこからちょっとやり取りしてたんですけども、2つ依頼というかこんなんできたらなっていうのはお願いしてますと。で1つは、サムネイルの外注ですね。1枚1000円でやってくれませんかっていうのをちょっと言ってて、で特に今1000回以上回ってるやつがあるので、なんかまあそれとあと1000回いきそうなやつがあるんで、その何枚かをちょっとサムネイル変えてもろて、で伸びるかどうかをちょっと見てもらうと、で成果見ながらですね、どんどん外注していこうかなというふうには思ってます。まあお金はかかるんですけれども、自分でサムネイルするよりもなんかもう俺は動画撮った方がいいなと思ってるんで、やっていくというか、まあしかも伸びがわからないんでね、一回ちょっと試しで、ちょっとじゃあ、サムネイルをちょこっといじったらどうなるのかな、みたいなところ見たいな、という話をしてて、それをちょっとお願いしようかなと思ってます。まあ、でも向こうもちょっと忙しかったりするんで、予定は未定なんですけども、って感じですかね。まあ、再来週ぐらいかな、ちょっと断捨離しようやっていう話をされてて、それで、まあ家来るかもしれないんですけども、まあその時にでもまたゆっくり話そうと思ってます。でもう一つは、この動画に、まあ言うたら、顔出し、じゃなくて、なんですかね、仮面みたいなものをつけて、でいいからなんかこう一緒に共演というか顔出しして喋ってみようかっていうのは話してます。でこれはまあ別の回でちょっとお話した、まあ元アイドルのことをなんかそういう座談会ができたらいいなっていう話はしてたんですけども、まあそれとは別にまあ言うて1年半ぐらいも付き合いもあるんで、なんか出たくないものに対してはもう全然出んでいいとは言ってるんですけども、まあそうやって仮面つけて顔隠して出るんやったら別にいいよみたいなこと言ってたんで、じゃあドンキでなんかこうなんか買ってこいよっていう話を、買ってこいっていうんじゃなくて、まあドンキで買ってくるわみたいなこと言ってたんで、じゃあレシートもらってきてっていう話をして、やってます。でまあ基本は私がベラベラ喋ってるんですけども、時々味変えで、そういうことがあっても面白いかなと思って、今ちょっと交渉しているところでございます。で何話すかっていうのも全く考えてないんですよね。パパ活について話すのか、おっさんとの関係性とか、まあなんだろう、別に魅力とまでは言わないですけど、まあなんかこんだけ1年以上続いてるのはなんでなんですかねとかいうところを聞いたりとか、まあ今は大学生なんで大学で、何勉強してて、でまあ就職先はもうほぼ決まってるらしいんですけども、まあ、就職してからもまだ関係が続く可能性が全然あるんで、まあそのあたりのことであるとか、いうところを聞いていこうかなと思ってます。あとはまあ、このチャンネル自体どうしたらいいかとか、いうところもなんか時々相談したりしてるので、なんかその辺をなんか喋ってもろて、まあ、的外れやったらまあ、やらないんですけども、ああなるほどねっていうんやったら、やってみたいなとか、そんなことを考えてますね。まあ正直なところ今、チャンネル登録自体は100超えてから伸びてはいるんですよ。まあ、前のアカウントにちょっとなんか期間限定で今ちょっとやってますんでっていうのを声かけさせてもらったら 2,3 人増えるみたいな、なんかそんなんもちょっとやったりしてるからかもしれないですけども、まあ106になってるんで、ちょっとずつまた100から伸びてるというところなんですけど、まだまだちょっと模索中というか、なんで、なんかいろいろ手数はあった方がいいかなというところで、ちょっといろんなところで交渉したりとかしてるっていう感じでございます。まああんまりなんかそんな女の子を出すなとかっていうんであれば出さないですけども、味変えというか、そんな毎日出るわけではないんで、時々そういう機会があったら、まあなんか新鮮なのかもなとか思いながらですね、そういうことも考えているというところでございます。以上です。